かしらの通りから動画で、ただ寄ってくる、そういう。違ったところに、はい、上から大丈夫ですか、うん、したら駅で大志高等学校サッカー部中野リキルの J リーグ新参入への仮契約記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに、桐生大志高校本校の校長林田よりご挨拶申し上げます。本日は本校サッカー部の生徒中野桐生の入団会見にご出席いただきまして本当にありがとうございます。先ほどザスパ草津群馬様と仮契約を結んだというような報告を受けました。本当にありがとうございます。中野リキル君については感謝と謙虚な気持ちを忘れずにレギュラーを目指して頑張ってもらいたいと思います。ぜひとも絶大なる応援をよろしくお願いしたいと思います。簡単ですが以上です。続きましてラスパ草津群馬教科部の佐藤雅美さんがお願いします。こんにちは。ラスパ草津群馬で教科担当しております佐藤雅美と申します。本日は選手の加入内定記者会見ということで、それができることを大変嬉しく思っております。今まで中野選手の指導に携わっていただいた方々、学校関係者の皆様、またはご家族の皆様に大変感謝いたします。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問の方、自分が高卒プロを目指している中でラスパ草津さんからお話を頂いて、で練習参加をさせてもらった時に自分の強みをラスパのサッカーに生かせると思ったので入団を決めました。親とその話して最終的には自分で決めました。自分はビルドアップが得意で、ビルドスパのサッカーもそのビルドアップが非常に上手くて、で自分もそこに入ってぜひチャレンジしたいと思ったので入団を決めました。まずチームとしては J1 昇格することで、個人としてはそのいち早くピッチに立ってプレーをして、ザスパの勝利に貢献できたらと思います。あ、東京の青梅市。青梅市、はい。兄がいて、で兄がサッカーを始めていて、で、自分も始めようと思ったのです。5つです。兄は今 J1 のサンフレッチェ広島にいる仲間で、あ、仲間さん、はい。調べてもらえる。あ、わかりました。はい。それもあの兄がキリチに行ってて、でよく自分もその試合を見に行ってたんですけど、そこでその試合してるそのキリチのスタイルというかそのサッカースタイルが好きだったので入学を決めました。自分はビルドアップが得意 で一番自信あるのはそのショーターンにおけるパスの精度が武器なので、これからもっと磨いて相手の脅威になるぐらい
身につけられたらいいと思います。そうですね、ザスパが J1 昇格するときに自分も一員として試合に関わって貢献したいですし、やっぱその自分のポジションはセンターバックなので、その失点をできるだけ減らせるかっていうのは自分の今の課題でもあるので、そこはこれからも頑張っています。そうですね、試合を見させてもらった時とかに、そのサッカーっていうのにその自分が気になってて、でそれで練習参加させてもらった時も、自分が生かせるっていうかを感じたので、そういうイメージです。自分のそのプレーの強みだったり、その自分はパスが自信あるんで、そういう風に生かせる、自分は高卒プロを目標としてたんで、その決まった時は正直嬉しかったですし、とっとしたんですけど、でもそのプロになったのがゴールじゃなくて、活躍してなければそのなった意味もないので、これからもっとその初心に帰って気持ちでもう一回頑張っていきたいと思います。本人も今ずっと言ってましたけど、彼の持ち味っていうのは、足元の技術が高いというところで、長短のビルドアップの質が高い。で、そこはクラブが目指すこうサッカーにとてもマッチ、しています。で、今まだ高校3年生ですけども、これからフィットネス的にも、体がしっかり出来上がってきたりとか、スピードの部分でもさらにレベルアップすると思うんですけど、現代サッカーにこう必要とされるような足元の技術とか、そういうスピードとか、そういうものを彼は非常に高いレベルで持ち合わせていると思いますので、そういった部分がクラブのスタイルとマッチして、こう将来的に活躍していけるような逸材だと思って今回も契約しました。 10m は指導なんですけど、5秒9です。なんで聞こうか。練習参加も何度かしてますし、練習試合の方にも参加をしてもらった中で、今大槻が監督をしてますけども、現場の意見も聞いて、やはり、練習参加するたびに、やっぱりいいプレー、こんなプレーもできるんだ、こんなプレーもできるんだっていうところで、新たな発見も見せてくれましたし、遜色、今のレベルの中でも遜色なく、こう自分の持ち味をやっぱり発揮できているというところで、そういう部分もしっかり評価した上で、今回契約になりました。これから大事な選手権が あって、リーグ戦もまだ残りがありますので、そこは監督さんと本人としっかり相談した上で、タイミングを見てできる限り、ザスパの方にも合流してほしいなと思います。年明けて新しいシーズンが始まれば、そうですね、そこはもう学校の方としっかり相談した上で、基本的には合流していただくような形になると思います。184cmで78kg です。板倉康選手で、理由は、そのゴール前の守備が強くて、で最後のシュートブロックするところだったり、体を張る部分がまだ自分の課題としてあるので、そこはいつも参考にして見ています。と自分の実家も田舎なのですごく住みやすいというか印象です。今回の国団地特に思い出もなくなんでもなかったんですか。先ほど仮契約が終了しまして、これからメディカルチェックを年内に行って、年明けたところでこう
正式な契約、まあ、来季についての正式な契約を結ぶ。正式、まあ、年始 の、 あの、まあ、来シーズン年始が始まるシーズンスタートするまでにはあのしっかり、サインをもらって、まあ、活動の方には参加というところになると思います。高卒プロは彼が5人目です。直前だと、今大学4年生の学年なんで、それを何年前というのかがなんとなく分からないんですけど、はい、今大学22歳の年にあの若月大和という選手がいたので、 その若月大和の1年前に田中渉っていうのがいたので、大学卒業を含むと、今ちょっとアマチュア契約いろいろあるんですけど、16かな、これプロ選手というか、プロ選手 J1、J2、J3 で含めて、大卒であったりとか高卒、あとは大卒から1年アマチュアに行って、J3 とかっていうのを含めると、お15か16です、すみません、 J リーガーになった人数だそうです。現役引退した選手もいますし、ただおそらく 2,3 人だけなのでほとんど残っていると思います。カテゴリーを落として地域リーグまで落ちている選手もいますけど、 J1、J2、J3 と合わせて12は残っていると思います。ベガルタのアチスカって数えていかないと分からないです、はい、自分ピッチ内違いでも誰からも憧れられて、たくさんの人から応援されるような選手を獲得してて、で活躍して最終的には海外に行きたいと思います。練習参加をした結果オファーには至らなかったっていう感がありました。オファーをしっかりいただけたのはラストバッターです。まあ、特徴のところは今まで、彼が伝えてくれた通り、そのビルドアップであったりとか、まあ、本校のサッカー部としてもその後ろから大事にっていうところはこだわってますので、その本当のチームとしても戦術的にもキーマンでありますし、また主将も務めていただいて、チームの和というところも含めて欠かすことのできない存在ではあります。自分をより追い込める環境に置いた方が彼は成長が早いのかなと思います。何人いるんですか？4人で自分が一番下です。お姉ちゃん、J1 広島、お姉ちゃんそうですそうですね、普段は兄弟としてはすごく仲良くて、でそのサッカー面だとその一選手としてその兄のことはすごく尊敬していて、で兄がプロ行った時も自分はすごく嬉しかったですし、そのいい刺激をもらえたので、そういう存在が身近にいるっていうことは多くはないんで、尊敬しつつライバルでもあるんで、これからもっと頑張って、で兄からもライバルと思われるので活躍したいです。はい、ありがとう。一応なんかそういうので付け加えるとすると、一応兄弟で、うちからプロになるのは3組です。何人ですか？Jリーガーの数は15、6人ですけど、そのうちの6人が兄弟です。乾兄弟と田中兄弟と中野兄弟、そうですね、ザスパにいた乾のが長男でっていうのが一つ。6月ぐらいです。今年のスポーツ、体育のスポーツですの今年の6月で5秒切る。めちゃくちゃ速いです。まあ、でも体の割にはスピードはあります。試合中本気で走るかどうかは分からないですね。ボールを奪った後に前線前でに届ける方法のところで、まあ、人とボールも動かしながら前進していく、で最後のアタックゾーンに入ることをビルドアップっていうんですけど、その中で、まあ、彼がいるといろんな手が打てるっていうんです。ボールを出せることもできますし、飛ばすこともできますし、運ぶこともできるので、
まあ、彼もそうだったと思います。あ、もともとはやっぱりセンターバックになったのはうちの高校に来てからです。高校に来てポジションチェンジ、1年生の終わりのその新なんですか、2年前の新チームが立ち上がる時からタッチセンター。それまでは中盤やったり、中盤も結構そっとしてるんですけど、基本的に中学校年代までは中盤をベースにやっていて、でうちの1年生の時も、まあ、中盤やったり後ろやったりしてたんですけど、その2年前のプレミアをやったチームの立ち上げの時からセンターバック、彼の力じゃないとできないだろうなっていうところと、はい、だ当然前面から下ろしてきたので、まあ、本人が今口にしている通り守備面のところの課題っていうのはやっぱり彼 も分かってますし、ただそういうことが分かっていながらもやっぱり得意なことでも通用しないという意味がないので、そういうところはしっかり通用できますし、はい、最終的にはその監督に任されたポジションをするので、その言われたポジションを一生懸命頑張っていきたいです。足が速いねって言われました。やっぱりその自分が自信あるプレーをしてもそれを当たり前というかにこなしていて、やっぱりそのプロは違うなと改めて感じさせられました。そうですね、チャレンジしてみたいと思いました。特には思ってないんですけど、その練習中 その自分のプレーへのアドバイスとかはしてくれたりすごく良くて、自分が練習参加させてもらった時に自分がすごく緊張してたんですけど、いろんな選手が優しく声をかけてくださって、でいい意味でリラックスして練習参加できたのかな。本校111名部員がいるので、3年前からやっぱり1人だとちょっとしんどいのかなと思いまして、一応毎年2人ずつ私が指名してキャプテンやってもらってるんですけど、まあ、そのうちの人、まあ、今年のチームに関しましては、まあ、もう彼ともう一人のキャプテンの、まあ、小野という選手なんですけど、まあ、彼らは去年からプレミアでほぼ全試合、まあ、彼に対してもフル出場していて、まあ、ピッチの中でいろんな経験をしているということをまずチームに還元してくれることが、やっぱり、まあ、生徒も耳を傾けるというか、そういうところもあったところと、あとはまあ彼自身も成長してもらわなきゃ困るので、まあ、キャプテンというその、まあ、ちょっと厳しい言い方をすると逃げ道のない、立場に置くことが、まあ、彼の成長にもつながるのかなというところで、あまり悩むことなく即決で決めました。今年はですね、一応新人戦が優勝を、インターハイはベスト4、まあ、3県で3位なんですけど、一応県のその総体予選の優秀選手、まあ、もう、去年の22試合とここまでの15試合とフルタイムフル出場してくれてます、うん、そうですね、まあ、センターバックなので運動量的にそんなにチームに一番必要なわけではないですけど、でも、まあ、今ちょっと若干怪我を初めて、離脱をしたんですけど、まあ、今週たまたまゲームも空いてたので、なかったんですけど、まあ、そういう意味では大怪我もなく2年間約2年間フルカードしてもらってるってことです、ザスパックサツ群馬ファンサポーターの皆様こんにちは、来年度から加入することになりました九大一高校の中野力龍です。いち早くピッチに立ってプレーをしてザスパの勝利に貢献できるように全力で戦います。応援よろしくお願いします。